自分で作ろう DIY アイデアチャンネルへようこそ。皆さんこんにちは。暑くなってきましたね。なので今回は夏にぴったりの、ストールを編んでみたいと思います。でとっても夏っぽい色を選んでみたんですけれども、ボリーハグスのベンディーというタイプで、ちょっとこうやってね、普通の毛糸よりは全然毛糸っぽくなく、平べったい生地のような、糸になっています。6.0 から 6.5 の針を指定されております。 100g に対して 210g あると書いておりますね。失礼しました、 210m あると書いています。で全部 100% コットンですので、触り心地はとても良くて軽やかです。さあでは始めていきたいと思います。今回とっても簡単に編むことができます。でこのようにまず、作っていくんですけれども、まず作り目ですね。まず1,2,3,4,5,6,7,8と編んでいきまして、今26目編みました。でもちろんですね、これよりも太くしていただいても大丈夫ですし、これよりも幅を狭くしていただいても大丈夫です。7つ目の目のところに、ここですね、7つ目のところ、ここに長編みを編み込みます。鎖編み1つで、同じところにもう1回、そしてもう1回長編みを編みます。このようにできています。さあでは下のところをまた3つ開けまして、4つ目の目のところに長編みを1つ、鎖編み同じところにもう2つ長編み、3つまた開けまして、同じことを編みます。長編み1つ、鎖編み同じところにもう2つ長編み、でこれを1周、1列ずらっと編みます。でこういうふうに編み上がりました。で最後に3つ残ってると思います。でこの一番最初のね、最後のと言ってもいいんですかね、最後の目に長編み1つ編んだら、3つ鎖編みをしてひっくり返します。で同じシステムで編んでいきますけれども、この鎖編みのところ、下の段にある鎖編みのところに編み込んでいきます。長編み1つ、鎖編み1つで、同じところにもう2つ長編み。なのでね、この、下の段でもそうですけれども、1つ長編みを編んだら鎖編みを1つしましたね。そこはとっても大事なので、忘れないようにしてください。次の、ね、段の、拾う目のところになってきます。でこういうふうに2段目以降はこの下の段にある、長編みの次に編んだ鎖編みのところ、そこに目を取って、同じように長編み1つ、鎖編み1つ、長編み2つと編んでいきます。でそうするとこんな風に模様がちょっとずつずれて編み込まれていきますね。でこのように下の段、鎖編みのところに目を取って3本も長編み編んでますから、ちょっとそこの穴が大きくなるように見えますね。長編み1つ、鎖編み1つ、長編みを2つと。いつも長編みから始めて鎖編みして、でまた2つ長編みと。
じゃじゃん。2段目が完成しそうなところですね。で、一番最後はここ最初のところ、作り目をしたところに、作り目が立ち上がり編んだところに長編みを1つして3つ鎖編みをしてひっくり返します。で、また同じように長編み、鎖編み、長編み2本と編んでいきます。長編み1つ、鎖編み1つ、長編みを2つ。どうでしょうか。こんな感じでね、ちょっとこの、目を取るところの関係で模様のように編み上がっていっています。さあ、それを何段か編んだらこんな感じになってきます。色がね、もうだいぶいろんな色が出てきました。黄色から始まったものがピンクになり、濃いピンクになり、そしてなんと黄緑が急に出てきましたね。で、また今ピンクに戻ってきたという感じのところです。この黄緑色とっても綺麗ですね。これによって色が全体的に軽やかになっている気がします。さあ、では一玉編み上げました。もうこのぐらいしか余っておりません。 100g ですね。 100g でもう十分の長さになりました。 10cm、15cm ぐらい残してからちょっと引き抜きます。測ってみましたら、だいたい 180cm ぐらいになっておりますね。180cm ぐらいの長さに編み上がりました。最初の作り目が26目、そして、それで 100g 編みましたら 180cm になりました。これね、首の周りに、巻いていただくのに十分な長さだと思います。軽やかで、そして 100g ですからね、とても軽やかで、色も、明るいですけれども、これもね、爽やかな色味ですので、ぜひ編んでいただいたらいいかなと思います。さあ、このビデオ気に入っていただけたら嬉しいです。チャンネル登録をしていただけると、いつでも新しいビデオが見られるようになっています。かぎ針、そして棒針、そして最近は縫い物のビデオもアップしておりますので、ぜひ